ステルカラーというか、はっきりとしたなんか夏を感じるようなカラーリングで、僕はあんまりなんかいつも黒とかが多いのですごく新鮮な感じで、あとはまあハーフパンツもめちゃくちゃなんかこう夏を感じるデザインで、シューズがメタリックなスニーカーだったんですけど、結構それが一番お気に入りですかね、スニーカーのギラギラ感が、なんか派手な感じが好きだった。なんだろう、黄色なんだけどすごい色鮮やかで結構こう奇抜な色なんで、こう挑戦しにくい方も多いと思うんですけど、ああいう黄色はすごいこうなんだろう、いやらしくもないし、なんか着てて馴染むと思うので、あのぜひ挑戦してもほしいし、やら欲しいなと僕は思ったんですけど、あのソールがあの不思議なんですよね、硬いって思いきやすごい歩きやすいんですよ。あ、すごい革がですね、柔らかくて、だから履いてる時も締め付け感もなくて、デザイン性もあってすごい履きやすいなっていう印象で、すごいさすがだなって感じです。好みのこう厚手の大きいダウンにこうスタイリッシュのパンツに、まあ、こう黒の靴とかで締めるんじゃなくて、こうベージュっぽいこう明るい色の靴で遊び心を持ってて、個人的にめちゃくちゃ好きなルックでした。このコーデ黒ベースが好きでよくそういうの着てるんですけど、まあ、僕の中でも結構大人めの感じというか、イメージがスポーツだったのがもうなんかイメージがガラッと変わりました。ファッションに変わりましたね。スポーティーがファッション。本当これでこの服で海外行きたいですね。一人でどっか行っちゃう。いやジャケットのセットアップ。なかなかこう手出しづらいというか、こう似合うかなっていうちょっと不安もあったんですけど、こう意外と着てみたらフィットする感じがあって、で流行りのこうワイドめ、両方ワイドスタイルでいくっていうのがすごく僕は好きなので、絆は深まりました、ね。まあ、ずっと毎日一緒にいて、あの辛いことも楽しいことも全部一緒に乗り越えてきた。この短い期間でもすごい内容の濃い一日を毎日迎えてた。やっぱその中で得られたあの経験をこう一緒に分かっちゃいたのが、まあ、でかいですね。